に引っ越すのは不安だったけど、なんとかなるかな。つるぎちゃんさ、うちの部活入ってくれんかな。え、いいな。小学生の時以来だね。全然変わってないな、ひなば。3年の黒岩ゆうき、一応部長です。で、こっちのでかいのが2年の大野誠です。よろしくお願いします。部活ってもしかして魚釣り？ピンポーン、堤防部へようこそ。放課後堤防日誌2020年4月放送開始ばい。よろしくお願いします。任せといて。あれ、もしかして私早まった？